では、えー、トップダウン調整っていう機能は何かというと、えー、例えばこの6310研修費っていう科目を右クリックすると組織別に表示って出てくるので、えー、これをクリックすると,、えー、と先ほどとはですね顔面が変わって、えー、研修費に関してのよいしょ左側が組織の内訳になってます。 なので、例えば、新組織でもっていうところがですね、数字を5 5 5って入力してきたら例えば、ちょっと使いすぎだとかっていう形で営業部長の方が4万に変えたりとかですね、あるいはこっちにつけてあげようとかいった形で何言いたいかというとその下から積み上げるんじゃなくて第一営業統括部長が自分の配下の数字をですね、調整してあげられるっていう機能になりますというところです。